らっしゃいませ。団体様ですね。こちらでご案内いたします。ふう、今日はいっぱいの人が来てくれるね。嬉しいけどちょっと大変だにゃ。え、リンが美術館の中を案内するの？リンにできるかな。とりあえず午前中は入館の案内を頑張る。午後のことは午後考えるよ。にゃー、ついにカナタさんからヘルプの声がかかっちゃった。ありがとう。あなたがそう言ってくれるだけで安心するにゃ。ちょっぴり不安だけど、リン、頑張ってみる。リンちゃん、カナタちゃん、もう限界。うわぁ、カナタさん！これが館内マップで、これは寒い時用のブランケットで、あとは、頼んだ、すや。入館の時と同じで、館内でも案内することがほとんどだよね。カナタさん、あとはリンに任せて。はい、順路はこちらになります。足元にお気をつけてお進みください。本日の閉館は17時となっております。ゆっくりお楽しみください。あ、向こうのお客様何か困ってるみたい。ちょっと行ってくるね。え、この絵画ができた背景ですか？そういうことはちょっとわからなくて申し訳ありません。こちらの絵画は写実主義から印象主義へと移り変わる頃に描かれた作品です。従来の技法では伝えきれなかった空間や光がこの絵画から感じ取れる気がしますね。カナタさん、かっこいい。リンももっと勉強しなくちゃだよね。カナタさんみたいにリンもできるようになるのかな。